ハルカ、お前なんで孤児院に？わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ、最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからって、これをくれたの。でも、その時思った。私、本当にもう、お母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた、キリュウさんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって？現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか？ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前は？キリュウ、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ？わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係あらしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと？わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ。1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたるケジャンでっか？府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。なめたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害。罪は重いわよ。ふん、脅しでっか？そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえへんわ。なんだと？もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。
さすがや、キリュウ。しかし林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。するとあんたは東条会の敵じゃないってわけか。今はもう極道やない。じゃあなんでわざわざここに。警告ってのはどういうことだ。バリケードの中で何が起きとるか知っとるな。ゾンビで溢れてるって話か。自衛隊も戦場顔負けに詰めてるし、東条会の幹部連も随分死んだらしい。ただそれでもまだ信じられん。この目で見ない限りはな。心配せんでももうすぐ見れんで。あ？来よった。ぼーっとしとったらやられんで。郷田、おい、どういうことだ。客に直接聞け。くせ。どこ行ったんだ。何だってくれ。おい。こいつは。え？気持ちいい。最高だ。お前は林甘美だ。死を。え？甘美な死を。警告は無駄やったいうわけや。林、やつは普通やないで、キリュウ。普通じゃねえのはこっちもだ。そうやったわ。
踊れの目的は何なんや。目的？二階堂と内野こそこそやっとるやろ。それならまずお身内の二階堂さんと話されるのが筋でしょう。わざわざ私をつけてきたのは二階堂さんが怖いから。アホ抜かせ。わしの方が兄貴分じゃ。縦社会で下に追い越されるのってどこの国でも悲劇ですよね。話をそらすんやない。こっちもな、我が武器商人いうとこまでは掴んどんのじゃ。だとしたら？わしんとこは今そないな戦争を抱えとらん。ほな二階堂はなんで我みたいなもんに用があんのんじゃ。踊れら何企んどんねん。それについてはやはりあちらからお聞きいただいた方がいい。林さん、同じ組打ちだろうが人のしのぎに口出すのはまずいんちゃいまっか。二階堂。でもちょうどよかった。あなたのような骨のある男を探していたんです。構いませんね。何さらすんじゃ。タナトス、ギリシャ神話の死を司る神です。苦痛はありませんよ。ただ受け入れればいいんです。甘美な死を。堅物だね。俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ませてさっさと切り上げてくれませんか。隊の訓練を控えとるんで。隊の訓練ね。ああ、何がろうとんねん、佐之助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。心も体も教育するんがわしの信条や。一晩あれば結構な教育ができる。なんなら己も味わってみるか。武田。おお、誰が来るかと思うたら、お前とはな。てっきり平助は土方んとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せいや。平助はお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲まへんか。どういうつもりだ。取引したいんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥棒で、このままやとわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもろうた方がええ思うてな。長州だと。お前ら桂とつながりあるみたいやないか。わしと五番隊の連中
面倒を見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろが。武田、お前、それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるが、好きな方を選べや。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するんは平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。ああ、口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念や。こないなところで我ほどの男を殺しとうはないんやけどな。あの井上源三郎を殺した銃や、坂本龍馬って男にもろたもんや。なんだと。自動装填式大口径だ。最新の軍学兵器の前じゃ検出など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだ。一瞬や、勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでもいいぜ。来い、死にさらせ、このボケが。